よし、じゃあ続きやっていきましょう。でですね、いつもの日課というか、いつも通り女子トイレに来たんですけれど、誰もいないんですよ。で、なんかおかしいなと思ったら、どうやらこの高校、男子校らしいんですね。はい。完全にホモの楽園らしいんですよ。なので、ちょっと今までネタでやってきたんですけれど、今回は本当にちょっとホモの楽園なんで、それに見合った作りにしていこうかなと思います。はい。じゃ、とりあえず、いつも通り好感度を上げつつ、野球部を、頑張って部活の練習していきたいと思います。ほっ。校長、今の給料が僕らの働きの評価なのでしょうか？今のままでは納得できません。ちょっとどういうことこれ？給料1万ずつ下げたからってこと？そんなちょっと、給料を上げてください。見てわかりませんか？今借金してるんですよ、俺。それをさ、君たちが働かないから。だってさ、君たちの仕事まで俺がやってるわけじゃん。おかしくない？なんでさ、不良生徒のさ、指導とか俺がやんなきゃいけないの？もしくは君たちのさ、仕事じゃない、それは。それを俺がやってあげてるのに、その上給料を上げろって。でも好感度も低いんだよな。きつい。でも、お金の方はなんとかなるかもしれない。なんかね、授業料とか支払われるから、で、多分ね、クリア条件として今回、借金しないって出てないから、借金のまま卒業してもいいんじゃないかなと思うんですよ。なので、好感度を優先したいんで、しょうがない。あげるか、ちょっと。早く言えばよかったな。ね、ストライキってやつか。で、あげないと。あげますよと口約束はしたけど、あげないと。最高じゃないそれ。これ不満教師とかいるのじゃ。あ、いないじゃん、一人も。今のであげるって言ったからいいのかな。教師名簿。上がってる給料。17万。これって上がってんのかな、わかんないや。まあ、とりあえずこのままでいいわな。はーい、じゃあ指導室、指導していきましょう。お、校長先生。田舎の母が校長先生に言って、漬物です。食べてください。いきなり出すか怖いんだけど。これ大丈夫、食べて。食べるよ。どうです？美味しいですか？すごく美味しいですね。少ししょっぱいですね。これ失礼すぎるだろ、人にもらっときながら。まあ、たとえしょっぱくてもやっぱ大人だから、社交辞令というかね、まあ、すごく美味しいですねって言っといた方がいいわね。すごく美味しいです！はい。本当ですか？母が喜びます。あ、好感度が5も上がった。やったー。こういうイベント、先生とのイベントもあるんだ。すごいね。結構イベントも豊富なんだな、これ。お、あれ？この人。おはようございます、校長。今日は松田十三氏。来ちゃったかー。何しに来たんですか、こんにちは。お久しぶりです。城之内阿部校長先生。今日はお話がありまして。なんなの？私校長になりました、みたいな、そんな報告？松田グループのドン。ドン。あの人ね。松田十太郎を覚えていますか？まあ、私の兄なんですが。知ってますよ。あなたをなんか地方へ飛ばした悪役でしょ？うん。その松田グループの出資で、効果の CD をリリースするという話がありまして。ほほう？私が作ったあの、我らが校長ですか？はい。どうでしょう？この学校の校歌も CD にしませんか？やりましょうよ。はい。おお、そうですか？早速、兄に報告しておきます。必ずヒットさせましょう。やったじゃん。早速なのですが、CD のリリースには宣伝の効果が大きいのです。っていうか、校歌を CD 化ってどういうことだろう？これでヒットチャート入っちゃったらどうすんだよな。でも学校の宣伝になるもんね。さて、宣伝はどうしましょう？ CM に力を入れる。広告に力を入れる。CM って広告じゃないの？やっぱり CM の方がいいんじゃない？デジタルな感じするから。じゃあ CM で。はい。そうですか、わかりました。お願いします。では、イメージキャラクターはどうしましょう？生徒と有名人。やっぱイメージだから、生徒の方が、でも有名人起用しちゃう？お金かかりそうだけど。じゃあ、有名人で、はい。では、校長先生、あとはお任せください。私はこれで失礼します。あ、どうも、失礼しました。やったぜ。ついに俺もメジャーデビューか。我らがアビブが、いよいよ、CD 発売なわけですね。あ、ちょっと待って、教頭に話聞いとこう。今のリアクション聞いとかないとね。もう聞いちゃったかな。とりあえず聞いてみよう。どうですか、教頭、効果。あれ、すごくないですか？校長、好感度。でも好感度上がってきたんだよ、33まで。
結構さ頑張ってるじゃん。借金はめちゃめちゃ増えてるけど、うん、借金の代わりに好感度がどんどん増えていくっていうね。あ、そうだ、効果ちょっと変えとこうか。今のうちに設定変えとかないと、うん、また作り直さなきゃいけないのかな、あれ。ちょっと見てこうか。よし、じゃあこれで聞いてみればいいか。おお、懐かしいね。いいよね、やっぱり。うん、作詞作曲私ですからね。印税もかなり入ってくるんじゃないの、これ。っていうかさ、公務員って副業しちゃいけないんじゃなかったっけ。だからさCD デビューなんてしちゃったら校長職もうね、やめなきゃいけなくなっちゃうじゃないの。大丈夫。まあそこら辺は裏でなんかね、ドンですからね、十太郎さんがなんとかしてくれるんじゃないかな。これも結構長いね。でも1分くらいの曲だからね、CD 売れるかな。レコチョクとかでダウンロードできないかな、ドワンゴとか。いいじゃない、完璧。むしろ本当にドワンゴさんが私の曲を着歌とかにしてくんねえかな。オッケー、じゃあ終了します。はい、保存はしないで。とりあえず今私が作った曲が効果に設定されてるんで、これで CD デビューね、できるんじゃないかな。わ、楽しみだな、結果どうなるんだろう。お、え、プールでうなぎが泳いでいるのですが、なぜそうなったし、どうしましょう。食べましょう、川に帰っちゃう。食べるのはさすがにね、何が入ってるかわかんないし、怖いよね。毒とかもられてたらどうしよう。なんで誰かが逃がしたの、わかんない。飼ってるのかな。とりあえず食べようぜ。それはちょっと。いや、だってせっかくあるんだから。しかし、なぜプールの中にうなぎが、ね。え、それだけ、それはちょっとって言っただけで。なんでだろう。ちょっと、用務員さんとか行ってみよう。あれ、特に変わってないね。うん。プール行けばいいのかな。ちょっとプール行ってみます。今の選択肢もしかして川に返すってやればイベントが起こったのかな。しまったな。だって食べたくなっちゃうじゃんね。プールどこだっけ、ここだっけ。だね。プールにいるかな、うなぎ。なんかイベントが起こると嬉しいんだけど、特に変わってないかな。うなぎいる。低い、分かってますよそんなの。いないじゃん。しまったな。まあ、多分なんかイベントが起きたのかもしれないね。もう一回じゃあ、うん。悪ふざけは良くないんだね、こういう時は。そうしないとイベントが発生しないと。わかりました。真剣に校長頑張ります。お、おはようございます、校長。今日は2年生の修学旅行がありますぞ。いいな、行きたい、俺も。この修学旅行というやつは、行事の中で一番思い出に残りますな。そうだね、泊まりがけだしね。いろいろ起こっちゃうもんね。へえ。じゃあ今は行事中だから誰もいないの？それとも2年生だけがいないのかな？普通、修学旅行中が休みになるとかそういうことないもんね。あ、いるか。じゃあ2年生以外はいると。じゃあ指導もできるってわけか。わかりました。あれ？できないんかい。2年生だけしかね、行ってないのに、1年生と3年生残ってるのにできないんだわ。え、マジか。またじゃあ不良生徒増えちゃうじゃん。お、校長先生大変です。図書室が火事です。どういうこと。なんで火事なの。やばくね、燃えるもんたくさんじゃん。図書室ってどこだっけ。2階かな。え、燃えてないじゃん。はあ。完全にこれお前ら放火しただろ。なんてことしてくれてんだ。早く消さないと、危ないって。あ、ここ校長先生本が燃えてますよ。うひゃー。いや、これぐらいならすぐ水持ってきてくださいよ。どうしましょう。みんな、消化しますよ。逃げなさい。いや、逃げるのさすがに。みんな、おしっこしようぜ。おしっこ大会。よし。あ、消えた。なんだったんだ、今の。君たちが放火したの？いや、学校が燃えなくてよかったですね。これ、もしさ、逃げなさいって言ってたら、どうなってたんだろう。全焼とか。そんな感じで費用がものすごいかかるとか、そんな感じかね。でも、好感度上がったね、これで。こういうとんでもイベントが起こるのか。なんかの伏線になってんのかね。もしかしたら誰かが放火したみたいな。それを突き止めるみたいな。そんなことはないかな。ただのイベントかな。まあいいや。お！来た！おはようございます、校長。今日は松田十三氏がお見えになっています。どうなりました？ CD デビュー。おはようございます、校長先生。
今日は CD の売り上げ枚数が発表される日の報告に参りました。マジか。デイリーランキングとかじゃなくて、どんな感じなんの。売上枚数の発表は15日となっております。15日。はぁ、ドキドキする。どれだけ売れんだろうね。今日はもう一つ相談がありまして。なんすか。これから最後の宣伝をします。その宣伝のターゲット層なんですが、誰に向けて効果を宣伝するっつうんだよな。どの世代に力を入れましょうか。難しいなこれ。これあれ、むずい。同じ10代に向けてやるか、それともちょっと前まで学校に通ってた20代にするか。30代はないな。40代は逆にありじゃない。なんかその昔を思い出すみたいな。でもやっぱりあの歌っていうのは校長を称える歌だから、ゆくゆくは私が赴任する先々の高校学校は全部この我らが校長の校歌にしようと思ってるんですよ。いずれは全国の学校、すべての学校、私の校歌で埋め尽くす、そういう風に したいんで、やっぱ10代かな。今のうちに布教させておかないと。じゃあ10代で、はい、そうですか、わかりました。また15日に参りますので、これで今日は失礼します。はい、わかりました。15日か。15日っていつ。今日12日だから3日後。3日後か。楽しみだな。どれだけ売れるんだろう。すっげー楽しみですね。発表は15日ですか。楽しみですな。どれだけ売れるんだろう。印税どれだけ入ってくるんだろう。あ、今の借金返せるんじゃない、余裕で。あれか、今野球部って4位なんだね。じゃあもうすぐじゃん。すぐ1位になれそうな気がする。1年目でまさかのクリアとか、そんなこともあり得るのかな。なんか全国大会、これだっけ?これなんか、試合結果、全国大会の4回戦に進出しましたが、残念ながら敗退しました。今後の練習課題は技術根性です。あ、こういうことがあるんだ。へぇ。うちのチームは根性がある。そこだけはどのチームにも負けないはずです。あれ?今ここでさ、何?やるべきことは根性って言ってたのに、練習課題は根性ってあるのにね。誰にも負けないって言ってる。全国大会っていつあるんだろう?甲子園の時期だから、その時期に1回しかやらないってことかな。じゃあそれまでに、多分、じゃあってことは今年はもうやらないのかな。じゃあ来年の最後の1回までに頑張って練習しとかなきゃいけないって感じか。ちょっと待って、今雨降ってんの。雨降ってんのかな。外出てみようか。もしかしたらちゃんとあの雨のグラフィックも用意されてるかもしれないからね。降ってなかった。この雨マークは何だったの一体。じゃあ生徒の数多すぎなんだけど。先生、三日坊主というのはすぐに飽きてしまうという意味ですか。君は小学生かい。それぐらい常識の範疇じゃないですか。ちょっとしっかりしてくださいよ。カレー好き。あ、大好き、超好き。辛さはこれは聞いたね、辛口だよ。同じ質問されちゃったよ。あ、機械研究室だって。こんな施設あったんだ。どんな施設なんだろう。ちょっと入ってみようぜ。何を研究してんだろう。機械。あー、なんかたくさんいる。オタクっぽいのが。お前らがたくさんいる。こんにちは。これ何。宇宙人が攻めてくる前に巨大ロボを完成させないと、僕が世界の危機を救うのさ。いい中二病だ。こんにちは。車を最初から最後まで自分一人で作ってみたいな。あ、パーツ作りからって感じか。俺車とかあんま詳しくないからよくわからんけどね。僕の最終目標は猫型ロボットを作ること。ああ、私の学校の校章ですね。校章を目指してるんですね。わかりました。はい。自分で整備工場を経営するのが僕の将来の夢です。もう将来の夢が決まってるっていいね。素晴らしいわ。お前もか。お前どんだけドラえもん作りたがりなんだよ、お前ら。量産されちゃって、これ。なるほど、猫型じゃなくて犬型がいいな。犬型ロボットで。従順なロボットにしよう。猫だとなんかね、ちょっとどっか行っちゃったりとかさ、ご主人様にあまりね、従順じゃないイメージがあるから。あ、廊下が毛利するので、修理の必要があります。またですか。5万で修理できんならまあいいっすけど、ちょっと白ありだろう、なんだろうね。お金がかかりすぎなんだよね、修繕に。好感度めっちゃ上がってきたけど、もう借金がやばいんで、そろそろお金稼ぎを考えないとな。お金稼ぎってどうやんだろう。あれだね、だいぶ好感度も上がってきたね。62だからね、6割いってれば結構メッセージも変わってくるんじゃない。学校生活を楽しめる学校ってあまりないけど、この学校は違うよね。お、楽しんでるんじゃん。やべえ、すげえ好感度上がってる。昨日帰り道で、あ、これは聞いたね。
こういう固定のやつと、あと好感度によって変わるセリフとかもあるんだ。最近の勉強についていけないんです。どうしたらいいでしょう。塾に行くのもいいけど、やっぱ予習が大事なんじゃん。予習してもできないようだったら塾に行けばいいんじゃないかな。まずは予習から始めてみたらいいんじゃないかな。うん、予習復習っていうのはかなりすげえ大事だからね、勉強でも。うん、やっぱり何度も繰り返すっていうことが、あの、やっぱりね、記憶の定着につながるからね。うん、やべえ、成績2位になってんじゃん。いつの間に全国大会行われたの、これ。あれか。今休みの日だから、全国大会決勝戦に進出しましたが、惜しくも準優勝でした。惜しかったね。じゃあもしかしたら合格してたかもしれないのか。体力と根性が練習課題。わかりました。結構ね、体力と根性も上がってんだけどね。体力、なるほど、4。根性が足りないんだな。根性上げないと。根性上げるには何上げればいいんだ。全然上がんないね、根性。お、守備練習だとちょっと上がるんだ。で、柔軟だと、柔軟でも上がるね。打撃練習だとダメなのか。守備が一番上がる。これ、いやさ、やる時期によって、上がるステータスが変わってくんだよね。柔軟体操だと根性がすげえ上がる時もあるんだけど、あ、成績1位になってる。どういうこと？え、俺が今まさに練習している最中に、全国大会が行われたの？一瞬の間で行われたんだけど。どういうこと？え、じゃあこれでもうクリア条件達成してんじゃん。1位って。え？ほら、見事優勝しました。3位、あ、そっか、1位じゃなくてもいいのか、3位以内だから。え、じゃあこれでもう合格？あれか、キープしなきゃいけないのか、1位を。1位をキープした状態、あ、1位じゃない、3位以内をキープした状態で2年目を終えなきゃいけないんだ。つうことは早期に、終わらせることはできないってことか。なるほどね。え、じゃああのさ、あのミッチーみたいな髪型のさ、野球部の子？あの子はどうすればいいの？イベント発生すんのかな、1位になったから。まあ、それはそれでちょっと待ってみようか。よし、じゃあ、今日は終わりにしようかね。で、今冬休み中なんだ。つうことは次の日が教頭のあの売り上げ、CD の売り上げ、教えてくれる日だね。あ、トロフィーが飾ってあるよ、トロフィーが。これ前まであったっけ？え、ちょっと、あれ、なんすか？校長、もう少しだけ周囲に気を配りましょう。え、めっちゃ配ってるよ。全国ランキングに入るような一流の学校に必ずなるはずです。そっか、学校にもランキングってあるんだ。学校情報。今、全国ランキング。何位？全然に。え、だってスポーツ部門1位取ったのにランク外なんだ。わからんな、これ。とりあえずこれも上げていくと。じゃあ、とりあえず時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。次回、CD、ミリオン目指しましょうか。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。